い、それじゃあやっていきます。スマイル実況解説、カニエンドメスと申します。今回プレイするのが水曜日のコンクエストということで、初心者編と、僕入っちゃってるんですけども、ジャングルヘラクレスと、やったことないですよ、ヘラクレスは。サポートザーモン、ケルベロス、シンティ UTD、イザナミ ADC、サヤカ、ミキゾウさん、ムーランソロ、アゲナス、ジョカ、ミッドですね。英語だとヌアと言いますね。敵チームの紹介もしていきます。レシスファーマペレージャングル、ZKU4095、カブラカン、サポート、多分ね。それか、ちょっとわかんないですけども、ドロップ、ドルップ、76、クトゥルフと、英語も読めないんだよね。Play hard, go home. マレイヤさんが、8番と、アグリメメント盛りとなっております。今回クリティカルセラクレスでトロールします。はい、レシストファーマーペレとメメントモリアグニーさえ抑えてもらえれば。あ、忘れてた。またスキル打とうと、もうちょっとまたスキル、いや、ほんとに見るとこいっぱいあるさ、言い訳するけど。あ、トゥルフがサポーですね。こいつ。対戦相手、さっき説明しようか。いた。いた。いんだらジャングルと最初の処理能力は高いですからね。そのままリオレン、敵のジャングル、敵のレッドバフいける？はい、レッドバフ OK です。はい、めっちゃミニオン、めっちゃミニオン連れてきちゃった。なんかめっちゃ追ってきてるけど。めっちゃミニオン、これまずくない？このめっちゃミニオン。このめっちゃミニオンまずくない？これまずくない？これ。これまずくない？敵何人だこれ。これまずくない？これ。まずくない？ミニオンちょっとでまずくない？余計なものをいっぱい引き連れてしまった。レベル1、2でミニオンちょっとゴッドより強いですからね。今5対7みたいな感じでしたね。まだないんで。まだもう次のジャングルに2人入ってきましたね。俺が死ぬか。痛いよ。怖い。スピードバフの時間じゃないこれ。スピードオフいけんのかこれ。やばい、ペレ気をつけて。ペレいいですね。やばー、ペレフ嫌い。強いな。レシスファーマーさんマジで半端ねえ。ちょっと待って、ブルーバフいけねえぞこれ。右気をつけて、右超気をつけて、右超入ってるよ。ミッドからケイタロウ見た。惜しい、超惜しいけど。もうミニオンと一緒にプッシュして紫行きましょう。はーい。もう一レーンだけ食ってからですかね。この変身の HP で TP がある。やば。ちょっとまずいなこれ。圧はかけた。ちょっとまずいな。あのワゴにちょっとまずいな。Not sure that one was regulation. Hit the dirt.戦いながら学んでいくって変なの来た。ちょバンシーを試合つまりバンしてくる、バンしてくる、バンしてくる。紫です、ね、Your right tower is under attack。 このミニオン食ったら僕一回リポートします。はーい、この後一番行こう。ブルーバフどうですかね。ないですよね。ワードを打ちましょう。ピン取られた後ワードの時間管理できます。まあ大体感覚でわかるんですけど。おい。帰ってきたんだね。一人こいつ。
八万いいですか。クテルフ、クテルフロスト。イーズですね。どこ行った？シブなしですね。じゃあちょっとガンクしますね。今、8万リコール、クテルフ見えません。あ、いや、了解了解。今、右が、そうですね、左いないです。はいはいはい、はい。戻っちゃいました。クテルフ戻ってきました。フルヘルスで元気に。バルちょっと敵の方のこっち行きますよ。よし。痛い。よしよし。紫のこれ。いや、ないです。部屋か？あ、いや、行って、あの、非常連お願いします。僕見つめます。うわあ、あいつやりよったな。あげにダッシュ持ってると思うから。はい。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。テレアウルト落ちてる。はい。ナイス、ナイス、ダモンシー。先生聞きましたね。ナイス、ナイス、ダモンシー。ナイス、ナイス。左寄ってる。見ていたいですよ。ちょっとあれは逃げてもらいましょう。普通にここでファームしましょう。あ、はい。じゃあ、も次一緒にいただきまーす。僕回らないんで、一緒についてきてもらっていいですか。あ、はい。このタイミングの8万回。ミッドフューリー食ってからの番組いろいろ話してきたいんですけども、ちょっとさすがにあれ押してますね。あ、おお、惜しい。ごめんなさい。ごめんです。なんか使いました、8万。はい。マレーシアさん上手ですね。マレーヤさん早速コマゴムムーブ。マレーヤさん。止めスムーブコマゴムムーブを覚えてる。痛い痛い痛い。マレーシアさんやばいですね。Your right tower is under attack. Watch your feet. マレーヤさん多分あのアグニが左に入ってったかもしれないね。はいはいはい。なんか主人赤側からおお帰ってきた。痛い痛いぞ。帰ってきましたわ。おいおい、赤じゃないって感じですね。じゃあります。おい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 。おっしゃって、イザイ見なかったらイザイ拾ってもいいと思いますけども。そうですね。イザナミやっぱ取りに行ってもらう。ああ、メメントモリーに止まったよ。メメントモリー。逃げられた。あ、もう何もかもダメ。もうポーションとシェル間違って使うし。これはひどい、ひどいですね。That'll work。クテルフが見えないですね。ミニオンいますそれ。ありがとう。まあクテルフここにいた。クテルフいた。一緒に食います。なんとかなる。左入ってきましたよ。はいはい。左了解です。ダーテないで。はい。あったね。ステライク3。左殺しに行きましょうか。僕のおにあの岩の力をね。テレロ、テレチョロ。テレの位置そのまま。うんうんうん。まずどこですかペレ？タワーです。もうタワー入りますね。ペレスロー。アグニ来てる、アグニ来てる、アグニ。アグニ。やるね。あ、ごめんなさい、今私落ちてました、ね。落ちちゃうかもしれない。私今落ちてました。なんかみんなの声がスンってなくなっちゃって。やばかったら一応ポーズやり放題なんで。はい、ポーズ無限ポーズできますから。申し訳ない。ポーズ取り放題。なんでだろう。私こんなに落ちないんですけど普段。無限ザモンという言葉が生まれたと思う。無限ポーズ。左入りました。無限オロル、無限ザモン。あ、無限オロル。左入ってます。僕じゃなくてもできますよ、無限オロル。あ、ペレ来てるよーい。よーいよーい。あ、強いっすね。ペレ今基盤だね、浄化か。強いっすね。やっぱ100レベル超えてるプレイヤーはやばいですね。歴戦のスマイルプレイヤー前出たくないですね。まだいます、まだいます。この辺り紫ボフで、あ、そこに3人いて紫、そこに3人いるときは影から紫バフ覗くといいですよ。まずに赤バフ出ました、多分マジそれか、またここに隠れてるかです。ちょっと赤はふんとこうワードをビジョンシャドウで対策した方が良さそうですね。残念。敵の
なんか右の方に置いちゃったんですよね。左の人取っちゃっていいと思います。はーい、ストライク3。あとじゃあサポートもミッド入って、アグリのレッドバフの時、はい、マジック超絶フォローですね。わかりました。あ、やばいですね。一瞬でこの離す判断が俺遅かった。あ、敵いるんで、もうどんどんマナを消えてるんで、タワーだけ守っておきます。エーシスファーマーさん強気じゃないですか。ビリー流れてますね。ムーランを他にやめますよ。ムーランに3人いますよ。プルトいきまーす。よいしょ。3対4なんで気をつける。アグニー、アグニー。フレンズドンリーフレンズビハイン。上がりましょうか。わぁ、ユーアーキッキングバッターアウト。ウィニードヘルプアーフレンズ。バッターシェルクルーアルウィスディストロイデム。敵のレッドバフ行こうぜ一緒に。はい、ブリックはある？テレブロス。デリック何持ってんの？あと3番ダッシュだけ。あ、デリックは異物はマジックシェル。デリックはアイスマジックシェル。デリックオッケー。ナイスナイス。ここでワードディック。上についてきて。はい。ないわ、いいよ。よし、ちょっとヘルプ。ダメやったかー。ごめんなさいごめんなさい。俺がちょっと変な位置に帰っちゃったわ。あのクリティカルトロールしたいけど、下がる。下がる。下がる。で、一瞬ちょいいるからね。はいはい、見えても、見えました。この位置良くないなー。もうね、タワーないと思って、もう2個目のタワーまで引いた方がいいけど。下がって、下がって、下がって。今ちょうど使い切った後なんですよね。さすがにそのこの仕方に4人ローテはやばいだ。あ、レッド落としたよ。あ、ないかー。ゴールドやってますね。Your bending skills are no joke. Be careful. Hit the dirt.ナイスジャーブ。ちょっとね、クリ声聞こえます今俺の。はい、ちょうどクリティカルやめて普通にやりますね。ムーラン取っていいよ。あ、持ってるのか。ナイスナイス。ペレムかい。バッターアップデライク3。うん、ナイスナイス、もういいよ。ワンアクション起こしたらもういい。はい、もうワンアクション起こしたらもういい。アグにします。アグにします。バッターアップ。ヒットダイ。ワッチアンドラーン。キュリーやってますね。キュリーやってます。キュリーやってます。ああ、やってますね。でもやめたと思うんですけども。見えない。やってます。やってないですね。八万が見えない。多分左、八万左というかもしれないで、いたのみ。はい、変わります、変わります。だから対面でいるんで。ミッドファイトしないでね、危ないから。はい、なんでやん。ナイスナイス。ああ、ここにいるから無理だ。だね。ファイトしたらゴールで行かれちゃうんで気をつけてください。はい、僕は右に移ってる時点でもうゴールと多分もう真っ白だと思いますよ。赤取られた。エレインは。まあ、ゴールドしてますね。まあ、さすがにそのケルベロスで集中砲火して、ケルベロスだけ命奪ってみたいな感じで。で、チョーカ、ペレチョーカ。ナイスーナイスいいね。これ寄れないです。右は俺ダッシュ。一回下がります。
そのあの赤あります、敵の赤、そのアマテラスじゃない、そのウォーリア。ムーラン名前出てこないんですよ。了解了解了解。Hit the dirt。相手二人ガチなんできついんでね、クリティカルちょっとコマンをソーリー。マジちょっとねガチガチガチだから。これで俺トロールして負けちゃうと楽しいっすからね。電子スバーマさん情けってもんがないからねー、ちょっと一ボコっちゃおっかなー。これケルベロス上がります。でもさ、その調子でマジいけるときガンガン自分のいけるペースでいっちゃってください。はい、スバーマアクション起こしたら、ミッドかハンターを守ると。シングレスト8万の中入りました。はい、ここかー。シンティさんがすくすく育ってる。シンティさんいいね。さっきキル取ってたし、ね、シンティさん俺ガンク行こうかなーと思ったけど、この辺りでやったんだ、ね、今ガンク行くと人数差がちょっと何あれですよ。ちなみにちょっと下がっていいと思います。はいはい、赤バフ湧きました。ハグに待ってない。ちょっとグレちゃんの帰るスペースちょっと早いかもしれない。もうちょっとファームしてもいいかも。ペレ8万が両方ともこう来てます。はい、左上でちょっと危ないかも。あれヘルプいきますね。下がって下がって3まで下がっちゃいました。はいはい、下がりますよ。これそこか。 A ベースもガンガン打ってジョーカーダウン報告。はい、グループアップグループアップ。当たりは怖い。You're not scared of anyone。アタック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 。ナイス、いいねー。左でのスマホ欲しいよ。でミッドはミッドでスマホ欲しいよ。今の分身男性よかった。ドメスさんが間に合ってくれたのがすごい良かったです。あーもうね、僕はいつもケルベロスとタイで当たったからちょっと怖かったです。あなたの隣にいますよ。はい、夜ピラちゃん赤バフ取っていいよ。村バフ行きましょうか。了解です。もうね、チャンスを、この、あ、まあ、ちょっと。このチャンスの時にファームするんですよね。やっぱなんかこの、アマテラスじゃねえ、なんだっけ、名前。ムーランムーランがやっぱりフロントかなり頼りになりますね。気の紫はないですね。あ、レイン行きましょう。8万ミッシング。8万ミッシングで。今一瞬撃ったのに戻ったかな。さあ、戻った。すぐなんで戻っていないと思うんだけどな。はい。クトゥルフが戻ってきましたね。いいゴールド取ってるんで気をつけてね。ちょっとワンテンポ以上あのいるかアリーナみたいになってるから気をつけて。ワンアクション起こしたら自分のレーンに戻るみたいな感じがいいです。ザナミって俺任せます。はい、パイロン行ってる可能性。左目をかい。あと1本ぐらいで1回戻りたいな。お金だな。レッドバフちょっと捨てていいよ。捨てていい、レッドバフ捨てていいよ。はい、Alright! New uniform! タワータワー、タワーに入って。グレちゃん守って。後ろからペレ来てるからね。よいよいよ。守ったらもういい。でかい、今のは。右入りましたね。はい、パイロンしてる。グループアップ。パイロンする。敵は目の前のフィーリー殴ってる。敵にこれ取るわ。俺ゾーンするからケルベロスタンクの守って。はい、了解です。 Got a man up。 あ、ね、変なとこ入っちゃった。これついてきちゃダメね。ケルベロスのルートないから。あ、でもあ、ムランの位置いいね、いいね、いいね。合わせ合わせ合わせよ、合わせ合わせよ。分けろ。 Let's get it。
8万ウルト。いいよ、さてスピードある？はい、スピードあるならちょっと取りたいよ、これ強引に。ガブル感返ってるから、はい、正面、電話返る。リトリート、リトリート、リトリート。赤やってるからもうちょっと引き切る。バッ、終わりましたね。じゃあ帰りますナイスジャーブ、ナイスジャーブ。ジュウ君ね、ちょっと敵ガチすぎて強いからちょっとごめんね。ケル来た、下がろ、もっと下がろ、もっと下がろ。これはまずい。ミッド8回死んでるからさ、かわいそうだから。これこっちの赤、赤かな、深くしてます、ね、左入ったか見えなかったな。あ、来てるね、来てるね、来てるよ。ヒットダイ、左ガチでガッツ攻めてきてね。赤バフのプレッシャー半端ないから。エレ捕まえるよ。ガッマナ、エレ、もうビーズない、なんもない。了解了解。ダッシュ、ウルトダッシュしましょう。ナイスー。フィリフィリフィリ、行きます。8万、8万行きたいね、8万行きたいね。カブラカン無視して8万行きたい。ナイスー。はい、今捕まえるよ、捕まえたよ、今捕まえたよ。ナイスー。左、左そのままおろ、強い。左僕踏むんで追っちゃってください。はい、おっと、アグに来てる、アグに来てる。ムラン、アグニー、ありがとう。ナイスー。あと、バフ処理です。いいよ、ザモジ。マジサポートがね、司令塔になるの、マジいいゲームだから、ほんとに。かっこいい。かっこいいよ、ほんとに。オラクルも取る、オラクルも。イザナミ、左を降りましょう、左を降りましょう、左を降りましょう、右に来てるから。1回出て、イザナミ1回出て。あ、いいよ、左で。折れる、折れる。クテルフォ抑えるね。はい。折ったら下がります。はい、下がろう。エナミミスオーチームハズディストロイド。もうメモ、メモ。やったね、当たっちゃダメ、当たっちゃダメ。下がっていい、下がっていい、下がっていい。これクテルフのウルト無駄吐きできてるから。ナイスー。意外のし。いいバックですね。もうグループアップの、今、ウルト入ってて終わった。右の紫復帰してますよ。The right protection makes all the difference。どこでいないならもらうね。どうぞどうぞ。一回下がります。一回リコールします。ヤクレスジャングルというかね、ウォーリアルジャングル入ったらね、強いんです。後半戦がマジ強いんですよね。おすすめなのが、ハーフタンクにすることですね。タワーも入れるし、ストロレーみたいなこと。だから、クチュルスさんがストロレーに慣れてるじゃないですか。クチュルスさんクラスの人が、ジャングルでこれで入ると、後半すごいね、スローレーンもやり方分かってるんでね、叩きたいもの叫ぶ作戦は、あれですね、大会練習の賜物ですね。いや、ほんとですよ。ドメース敗のおかげです。いや、言えるって素晴らしいと思います。いや、もう言うだけだ、言うだけなら誰でも言うけど、いや、できない、できない、できない。自分持たないとなかなか言えないですよ。じゃあ、もうね、僕らもそういう話になったんですけど、もう何がいいかとか考えられないから、とりあえずやりたいこと叫び合って、無理だと思ったら他の人が止めるっていう。いやー、そこにしたら、それが、なんで、とりあえず叫ぶ、今したいことを叫ぶ。素晴らしい。つけてやかんない。俺ずっとファームしてたけど20になっちゃった。ワード配しますが、ミスターファームでずってないので、引き気味で戦います。はい。次は、左も一個はどこか。あ、クチュルス殺せるよ。今行くから。あの、知らせミート起こそう。はい、あれあります。あれあります。あれ、なんだっけ。あれやっていい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 。知らせ起こして。今、ガッツル起こして。よし、アタッカーズ。アグニダッシュ。なんか、多分、誰かしらビルドテーション。アグニ、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 なんもない。アグニ、なんもない。アグニ、なんもない。そう、ごめん。カブラカンいけるよ、カブラカンいけるよ。なんせうまいな。これ死んじゃう、これ死んじゃう、これ死んじゃう。あ、俺ですかね。折れる折れる、ムラン受けてくれる。え、パイロン行って。オッケー、パイロン。パイロンを移動します。パイロンですよ。ムーランヘルス大丈夫か、まあいいか、先に俺ムーラン TP 飛んできて。
アイロンブロックで迷子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 はい、受け取ります。あ、イールト。イールトだわ。エルベルス一回リコールします。おい、ナイス。いいよ、チーム。あ、これ置いとこう。あるね、壊してね。もうね、次ゴールド取ったら、なんだっけ、でっかいあの赤いやついけるから。でかいやつ。赤いやついけるから。もう、もう名前も呼んでもらえなかった。次ゴールドしたらいいから。ゴールドしたら、次ゴールド取ったら、もうすぐさま FG みたいな勢いでいけるかもしんないから、もう行こう。ガンガン行こう。立ってるときはいけやすいですよ。ちなみにここヘラクレスが今ミュートにしてるんですけども、まあこの必須であればこの HP5 のこれ買って、まあ、3番で回復したら足速くなるんですけども、まあそのなんかいつもみんな似たような感じで買うのが特に良くらいなんで、これに変えてきます。まあ残石層でまあ殴るの重視にしてますね。いや、当たる前にイコールしてこう。そうっすね、フィーリーが悪くない。あ、てか、もうフィーリーできるかな。行きましょう、行きましょう、フィーリー行きましょう。フィーリーで行こう。で、この時に、その女の、戦士ムーランがゾンゾンで。お願いします。女の。マジで言葉出てこない。今日の解説嫌なんですけども、ね、無言でいいですか、無言で、お、すげーみたいな、いいっすよ。でファイヤー行きましょう。もうファイヤー殴っちゃっていいっすよ。ケルベルスタンクのヘラゾーンとヘラゾーンとムランヘラゾーンとヘラゾーン。Watch and learn。ヘラ。行きまーす。はーい。あ、俺3個目ですけどワード行きますね。ガンガンいただきまーす。ゾーンゾーンもっと深い位置いて。もう一回ムラン行って。ムラン連れてきちゃダメよ。多分誰かしら逃げてくると思う。ベルベルすると、あ、敵が取った、敵が取ったよ、下がろう。いや、当たっていいよ、当たっていいよ、当たっていいよ。はい、了解です、了解です。ペレ、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 ペレ入った、申し訳ね、チャリ落ちました。ナイス、ナイス、始まる、ナイス、ナイス、ナイス。もうね、引いていいよ。はい、ダメよ。いや、ごめん、最後やっぱ強い、俺も残ってうんこ投げときゃよかったな。うんこなんか変なのに遮られちゃった遠くから行ったんだけど、この下うんこ投げるんですよ、うんこ投げるんですよ、これちょっと出てこないですけども、ほんと解説できるのか俺出てこないんですよ、まあ、刺してくれみたいな今度大会でうんこ投げてますね、ヘラクレス、うんこ投げましたね、いいうんこです、いいうんこ、うんこで入ってくるやば、はい、うん、そう、いや、こっちかな。ほんで今のところで、あの本当にストロレーンがもっとかなり奥でね抑えておく必要がありましたね。僕もそうなんですけど、僕はちょっと残ってるのはアグニーとカブラ。いや、まあさっきあの時ね、唯一の見張りのワードが僕しか持ってなかったんでね、置き去りを追えなかったと。敵に視界取られてたらタイミング取られちゃうんで、何か落としてない、考えてなかった。一応このビルドでもね全然ダメージ出ますから見ててください。ヘラクレストップダメージですから。あれはうん、アグニミットにいます。右にペレ、はいはいはい、次の鬼ゴールド枠まで、まあ、ミッドと左軽く押しつつって感じですね。戦闘はなるべく避けていきたいけども、まあ今戦闘しても全然勝てるんで。ミッドニさん、アグニだけケルベロフの方行きました。下がってます、下がってます。そうなんですよ、本当に深ければ深いほどいい。それをかいくぐってペレーが入ってくるんで、それを俺が止めると。カブラカンとかアグニがそっちに待機してるのが見えるから、誰か一致されたな。当たってもいいですよ。スーパーにまーす、スイッフリングちょっといきますよ。一回死なないように下がります。いや、これちょっと、これいいんじゃない、いいんじゃない、今のケルベロスの音いいんじゃないの今の。気持ちいい、トリプルキル、ナイスキーです。あと8番目、当て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 感じる私や、多分信じてやん。いやー、向かいます。なるほど、こんにちは、はい、やった。
終わらせましょう。ケンディさん、あの死なないようにもう超後ろからみたいな。はい、わかりました。どう耐えたの？ムーワンの土偶戦士ずるい。先を。ナイスです。いやもう申し訳ない。ナイス、いやナイスです。よかったですね。本当みんなチームファイティングだったら本当に強かった。本当にいい試合でしたね。ちょっとね、あのクリティカルビデオで行こうかなと思ったんですけども、ミッドレーンがかなり押されてて、敵のね助っ人2人、まあペレスもすごい120レベル感ですけど、めちゃくちゃ上手くて、まあ、そのアグニとまあ結託してミッド潰してたんで、さすがにちょっとそれもう結構前半で8列になっちゃってたんで、クリティカルビルド積まず普通にガチビルドでちょっといってしまって申し訳ないですけども、本当にあのこれハーフタンクのただ足速くしてるだけなんですよね。これね、あのアタックスピードもちょっと重視してるんですよね。この残石とギザギザ刃で殴りつつ、将軍の鎖片びらでまあアタックスピードを援護してると。で、豪傑も狙ってて、もちろんクールダウンも稼いでるよ。ワラモンと。30% ですね。ほんで、これ普通に殴ったら痛いんですよね。残石刀で殴られたらめちゃくちゃ痛いんですよ、これ。足も速いですし、ね。まあ、普通に HP5 の, あの回復したら足速くなるのもいいんですけども、まあ、あえて違うビードにしていきたいなと思って、まあ、こういう感じ。いいフロントレンジ。さっき言った時に、あの、本当に FG とかも結構前の方で守ってあげると、まあ、2、3人ばかし止められて、残りの、あの、ジャングルとか横から出てくるけども、それはもうしゃーなし。って感じで、FG の、取られないタイミングとして、やっぱり FG 倒しきるときに強いスキル、アビリティを残しておくっていうのが一つの手なんで、まあ、そういう時に取られてしまったら、おめえ、何してんねよって感じで、普段だとミッドの方を攻められますんで、本当にミッドが強いスキルを残しておくと。いざなりはもうガンウート残ってたらウート最後使う。でもなかったから仕方ないですけども。で、ミッドが FG を取るのはあります。さっきのあの、ケプリの顔とは打って変わってマジな顔してましたね、多分。ケプリンの時のあのトロール具合やばかったです。やっぱりここのサーバーにいる人ってね、普通のレベルよりみんな高いっすよ。アーカウントレベル80とか60でもね、普通の人たちも全然強いしね、やっぱ知識もやっぱりあるから、やっぱ普通のノラより強いのは仕方ない。ここで揉まれていくとどん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 プレイヤースキルアップしていくと。やっぱ本当に上手い人のいいとこだけ盗んで、でもあのなんだろう、まあ、悪いとこもやっぱ上手い人も何かしら誰かしらね、やっぱりね行き過ぎちゃったりとかね、まあそういうとこあるから、まあそういう上手い人のまあね美味しいところとか言われてることもなんかいいとこだけまあ吸収してみたいな。で僕は